久保建英がユーロに対して正論をぶっ放す。久保はユーロは全く見ていなかった。普段はサッカーは見るんですけど、久々のオフでオフと決めているのでサッカー見るのをやめようと思って EURO は1試合も見ていないかもしれないですね。ハイライトは見てましたけど、EURO はヨーロッパのチームしかプレイできない宿命があって、崇められがちですけど、メッシ選手も言ってましたけど、結局ワールドカップに優勝したのはアルゼンチンなので、そう考えたら、神格化しすぎるのも良くないかなと思いますとの見解も示している。確かに世界王者であるアルゼンチン、強盗確定させたメッツもいない大会だもんな。当たり前のことだけどよく言った。ユーロは運さえあれば選手がサボりまくっても決勝行ける大会でもあるしね。欧州サッカーが憧れとか挑戦じゃなくて自分と同等に見ている。それが自己暗示とかじゃなく普通に言えてるところがすごい。ダブルハイではスペインは日本以下だったしダブルハイが本番かと。さすが本物は違う。ここにも無数に存在する、欧州しか知らないのに自称世界のサッカー通算。自称世界のサッカー通算たちは、ただの欧州サッカー通っていうこと。どんどん口だけになってきた。日本での興行試合でも0ゴール、0アシストだったしククレジェ、オヤルサバル、ノルマン、スビメンディ、メリーノの方が結果を出してる。日本人はそこに参加できないわけだし、むしろその上のワールドカップを評価基準を設定すべきなのはよくわかる。次のワールドカップが年齢的にも楽しみ。